だだ、さっきこれいじめた人は許さんと。僕が大事してるのに。骨がないそれ。ああ、手に骨がない。よしよし、もういじめちゃダメじゃないのなあ。何、手に骨が怪しい。あんた鼻いいね。本当に佐野くんのそば行ったらうんち臭かった。本当よくわかるね。あんた春さんって鼻がいいんだよな。何、犬の方がいいんじゃないの。本当林先生も臭い。もう林先生も臭いか。そうか、悪かったな。かわいくんどうだった。とっても臭かった。ほんとほんと。鈴木くんは、鈴木くんも臭かった。そうか。あんたは、おお。あんた自分の尻が臭いからみんなの尻に匂うんじゃないの。そうじゃろうな。自分の尻からぷわーっとこう匂ってくるんだよ。だから誰、どの人の匂い嗅いでも臭いんだよお前。なんだよお前これ。いい匂い。それからこれ触った人、これガンとこれおバカさんだお前。これどうしておバカさんかって言うと、うん、乱暴するんじゃないお前は。いいな、よし。今日の勉強は難しいからな。うん、分かってるんで。分かってるのか。うん、よし。じゃあ後で出てこいな。まあ、ケロちゃんはね、久しぶりに出てきましたけども、ケロちゃんね、はいはい、何、はい、そう、今日はね、いろんな場合の数で勉強するんだけどね、はいはい、何、うん、そう、はい、あの人も来てくれた。うん、そうだな、みんな来てるね。そうか。じゃあまた出てこいよ。それから先生のもん勝手に触っちゃいけないんだぞ。誰とさっき触ってたのは、これキータちゃんね。キータちゃん、どうしてキータちゃんかというと、言葉は喋れないの。何？うん？何？ちょっとよくわかんないの、はっきり言ってくれないと先生だって。うんうん。本当？何もわかんないよ。何したの？うん？何？山下さんがどうしたって？うん？バレンタインチョコレートくれなかったの？そんなことは覚えてなくていいのあんた。ねえ。ん？な、何よ、ぐるぐる言わないの、ぐち言わないの。何？林先生がどうしたって？二枚目？二枚目でもいいじゃないの、みたいな。でもいいじゃないのさ。もっと悪いこと教えてろか。聞きたい？真似しちゃダメだよ。いい？顔がね、前と後ろと反対についてる人のことをね、男前っていうの。言っちゃダメだって言ったのが。男前じゃないの、僕は。うるさいな、お前は。もう来るんじゃない。よし。じゃあ、この絵を見て。見た？見た。覚えた？で、ちょっと今日、途中までちょっとごめんな。3枚目か4枚まで途中まで一緒にやる。な、今と同じ組み合わせならどれだ？これ？違う。これ？違う。これじゃない。これ？違う。そう。これ？違う。これ？違う。これ？そう。そうだ。じゃあ早く行ってよ。分かった人が手を練習してよ。いいね。1、2、3。はい。今日は浜松祭り休みですから、皆さん元気出してやってくださいよ。1、2、3。はい。そのね、はいって、これ僕は好きじゃないの。もう始まったばっかだから。1、2、3。はい。よし。じゃあ、同じ組み合わせの魚はどれとどれですか？分かった人手を挙げてください。山下さん、早い。ごとさん。はい、どれ？ごとさん。ごとさん。ごとさんみたいだな。赤、青、緑。赤、青、その通り。ちょっとだけ、てか、一組だけ同じ色の組み合わせの旗があります。どれとどれですか？番号で言ってください。はい。はい。山下さん、1と7。先生ね、女の子に優しいの？優しくない。いや違うよ、見ててごらん。どこで見分けるかというとね、こういうボタンがついててね、これをね、ちょっとね、エコ引きボタンにちょっとモード直すわけ。今エコ引きボタンよ。
男の子見るとこういう顔。ところが女の子見ると全顔変わるの。色ぼけ。色ぼけ小僧。色ぼけだと？色ぼけ小僧。2枚目。2枚目の字じゃないか。二枚目のところは林親父くせの鼻くそ分。あんたね、全部ね、YouTube に入ってるんだよ。いいね、後でそれをお母さんお父さん見て、お前、先生に何とか言ってんだって叱られても、私は知りませんからね。皆さん、覚えておいてください。勉強の模様は YouTube に入っています。で、今年は3年生も2年生も時々撮るようになりました。いいね。そして、こうして見てもらうようにしています。わかったね。僕は怒るのやめたから。代わりにお父さんお母さんに叱ってもらおうね。楽しみにしてるから先生は。なあ、佐野くん。分かってね、途中で居眠りしたら、佐野くん居眠りしてるわよとだけ報告しておくから。そうするとお母さんがうちで後で YouTube でね、インターネットで見るでしょ。うちの息子は居眠りしてる、さすがっしゃーって言って、叱られるのはあなただから。7と5と6の組み合わせで、いろんな数字ができます。一組だけ同じ数字があります。何という数字でしょうか。はい、全然手上がってないですぞ。はい、河合君。何？医者の650。立てなくて何？657。他にないか。ないじゃない。ある、ある。あれ、657ある？まだある。657してしかないよ。はい、竹本君。はい、576。これが、この組み合わせは同じなんだよな。よし。お母さんが袋の中にマーブルチョコレートを入れました。どの袋に入ってるマーブルチョコレートが同じ組み合わせでしょうかという問題。わかった。4と5。青、赤、黄、黄、青、赤、黄、黄、その通りです。じゃあ林博士、今度は文字を使って組み合わせるといろんな言葉が生まれます。例えば白という言葉ができます。白。他にヤシ、ヤシ。それから橋、橋。いろんな言葉できますね。そこで問題、皆さんにいろんな言葉を作ってもらいたいと思うんですけども、順番がちょっと狂ってますね。誰だったやつは立てないか。じゃあ見てよ。ぬと、えと、わかった、らと、あ、4つの文字を使って組み合わせてできる言葉は何があるでしょうか。どんどん言ってください。えら、えら、エラができるね。魚のエラ。おお、なるほど。もうない。じゃあもう一つ足してあげよう。さ、いいよ、言ってよ。わかった。いいよ、言ってよ。またくなに。さら、さら。他にあった、あった、あったはない。あった、あった、いいね。他にない。それじゃあ裏にしてみよう。え、ルシキスメ。あ、わかった。はい、スルメ。いや、大人っぽいのができましたね。スルメ、いいね。他に、はい、山下さん。キス。はい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 。伊勢くん、ルス。ルスができるか。あ、ルスできるな。はい、これできる、これ、これ、これ、何言ったくん、これ。いや、これ、シル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 。シルじゃない、もっとこれ、これ、これ、これ何？こっち、こう、こう。メダカ。なこと言ってない。はい、山下さん。愛し合う人はね、心が通じ合うのよ。はい、はい。もう一回。寿司。寿司ができるか。じゃあ、もう一つ足してあげよう。はい、はい。どんどんできるの。はい、はい、はい。じゃあ、これじゃ何ができるのこれは。はい。じゃあ、田中さん。七。七。はい、はい、はい。ああ、神様、いよいよ私は見られる。はい、はい、はい。あれよ、行きます。はい。地球がやってきました。はい。はい。どんどん行ってごらん。何ができる？亀。亀？亀、いいよ。他に？
プ。カブ？カブ。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 はい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 。米のカスのことをなんて言ってるか。はいはい。米のカスのことを。米のカスのことなんとか知ってる？知らない。米のカス。うん。他に？はい、田中。メカ。メカ？あ、メカのメカニズムのメカか。おお、なるほど。はい、山崎。シール。え？シール。シール。他に？じゃあもう一つ足してみようか。もうどんどんできるよ。た。はい。たたたた。はい、鈴木君。間違った。たすき。はい。何他に、はい、かわいくん。たか。はい、たか。たか。あ、た、鳥のたかね。あ、わかった。何、はい、たき。たき、いいね。他に、はい。はい。かた。かた。かた。よし。他に、はい。かるた。かるた、いいね。三つのことなの、もう難しいんですよ。かるた。よし。こういうふうに組み合わせるといろんなふうにできますが、虫がいます。この虫は赤、だいだい赤、黄色、緑ですね。そしていろいろな、いろんなふうに並ぶことができます。そこで問題です。今、上と同じように並んでる虫は 何番でしょうか。座ってやる、座って。立たない。はい、わかった。わかった。一、二、三。わかった、六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 、6じゃない、6じゃない。だいだい赤、黄、緑。ほら、違うじゃない。だいだい赤、黄、緑。違うでしょ？ん？わかった。目が違う。目がないか。あ、6か。目が。6じゃないか。だいだい5行ったよ。最近5行ったろ、お前。うん。はい、先生。6だよ、答えは。よく見ろ、お前。こんなのわかんないのか？何もわかんないじゃん。僕たちが言ってたじゃない。言ってないよ、たぶん。お前らこう言っただろう。それ逆だって言ってたじゃん。じゃあ、うちで YouTube 見てみろ、お前。それ逆だ。逆、逆。逆じゃないよ。ギャグ。じゃあ、うちじゃない。それじゃあ、これは何番だ？ちょっと意地悪する、こうなったら。いいね、いいね、いいね。ちょっとね、大波小波どっぷりこう。今日の番組は荒れてるよ。8番、はい、8番、8番、赤、だいだい、緑、黄、赤、はい、正解。違う。正解。いいのね、つい。僕と話したのは仲間だ。緑と黄色が反対。4番やめときなさい。4番はやめたの。じゃあ銀と金と赤の虫がいます。で、いろんな風に並び替えてみました。ところがここに一匹いないのがいます。何色でしょう？どういう組み合わせの虫がここにはいないでしょう？わかった。はい。赤。赤？銀、金。赤、銀、金がいません。その通り。赤、いや、赤、銀、金だな。赤、銀、金がいません。その通り。よく言った。じゃあ、そこで、またなんて言わないでよ。そこでね、アコさん、その紙ね、今日、7枚あるかどうか見て、それ。みんな一、なかったらすぐコピーして、真似して取っといてくれないかな。みんなに一枚ずつ配ってみて。7枚ある？一個は丸いかもしれない。足りない？足らないね。一枚そのままあの等倍で取ってきて。はい、じゃあこっち戻ってください。はい、じゃあこっち見てよ。4と3と5でできる一番大きな数は何ですか？一茶くん。543。一番小さい数は何ですか？竹本くん。344。じゃあ今度7と1と5と3でできる一番大きな数は何でしょうか？山崎くん。7531。一番小さい数は何ですか？